土曜日です。本当は日曜日に呼ばれたんですけど、ウヨさんからちょっと何やってんのか見に来ました。ウヨさんがいるかな。車が増えてる。ウヨさん、こんにちは。あ、ウヨさん、お疲れ様です。あれちょっと一日早く来たんですけど、何してんのかなと思って。なんで急に早く来んの。それなんですか。それはこれ、それなんか8億。いや8億、えら軽そう。ペロ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 。なんすかそれ。いや、これは何やってんですか。今年なんかしようかなとかって。これ、ね、ついに86ですか。そうなんだよ。そろそろついに86をやろうと思ってさ、ちょっと引っ張り出して、まあ一応ちょっとドライカーボンのフェンダーとかあるからさ、フェンダーとか屋根とかあるからちょっとやろうかなと思って。なんか車増えてません、表も。第2展示場とか第3展示場とかにもいっぱいあるね。そうですよね。いや、ドリフトはあんまりやらなくなったら金がたまるんだよ。あ、そうなんですか。金はたまらないな。どんだけ使っとったんやって。いやいや、金はたまるっていうよりも金が減らないよね。あ、そうですよね。そうそう、すごい。ちょっとなんかこれ売り物なんですか。あ、これなんか、そう、売り物。これ映していいんですか。え、これ映して OK ですか。別に。あ、OK ですか。はい。あ、そうそう、ちょっと待ってください。エンジンなんですかこれ。エンジン、はい、エンジンはこれはあれだよね、あの今度なんていうの、ミニサーキットでドリフトのイベントあるみたいだから、はい、俺の練習の車にちょっと乗せようかなと思って。ピカピカじゃないですか。だってもうオーバーオールしたエンジンに、まあ、全部この辺新品だね。あ、そうそう、いろいろやってて。こっちはこっちも綺麗じゃないですか、このエンジンも。これ、はい、これドライサンプだ。ドライサンプSR エンジン、ドライサンプ。これはどれぐらい使われ、これ、いや、だから使ってないよ、まだ。使ってないんですか。だってこれオーバーホールっていうか、作って、オーバーホールじゃなくて作って一回もまだ火が入ってないから全然だよ。ほんと、なんかね、なんかいろいろありますね。そう、いろいろ今年いろいろやんないといけないけどさ、はい、まあもうドリフトはもういちょっといいかなと思って。あ、なんかツイッターでもなんか今年は上尾和弘グリップなのかみたいなことを書かれてたです、ね。あそこにもなんかちょっとね、グリップ用の車昔使ってたやつとかあるんだよ。あ、そうなんですか。あれはダメなんですよ。 あんまりダメなんですよ、ね。こっちはなんか、いや、もうこっちはこれもう切って終わろうかなと思って。切って終わり、もう切って終わるから、もうこれはもうないな。ないんですか。もうこれはもう今年はない。あ、ちょっともうあの、なんかフワって感じですか。今年はもうないな。ないですね。今年はもうなんか、あ、まあ、いろいろあるけど、まあ、いろいろあるんですか。いろいろあるよね。そう、今年はなんかちょっといろいろね、やろうかなと思って。ね、なんで、それを聞きに来たの。そうですね。ていうか、まあ、明日呼ばれてたんですけど、ちょっと抜き打ちで何やってるのかっていうのはちょっとサボってないかと。サボってるわ。なんかいっぱい買い物してないかとか、なんか。そうそう、いっぱい買い物だな。いっぱい買い物してんな。買い物っていうか、いるやつは買ってるよ。そうですよね。そう。よく電気屋さん最近行かれてますもんね。電気屋行ってるよ。週に何回行ってんだみたいな、うちの近所。週、そうだね。どんだけ熊本市内に来てるんですか、たまに。電気屋行ってんな。行ってますよね。この前もちょっと行って、なんかちょっと、まあ、あんまり言うとまたあれだけど。そうですね。いいやつ買ったんだよ。どれくらい使ったんですか、この間だけ。この前は。てか直近でどれくらい使ってるんですか。家電？はい。100万超えてんじゃない。車より安いもん。マジで。いやいや、もうそういうのは、あの、時間を金で買わないといけないから。そうそう、洗濯機投げ、洗濯機に洋服とか投げ込んでたら、はい、次の日に、次4時間後ぐらいにはもう綺麗になって乾燥までして、もうできてるから、それはもういいよね。私生活もそういうことなんですね。私生活も、もう、はい、何でも、もう、あの、いいやつは買う。あ、時間を作るためにそういうのはもうね、
金で買っとけば。そうですもんね。そう、上田さんそうですよね。昔からそうなんですよ。そうですもんね。だからもうちょっとね、どんどん家もバージョンアップしてるから今度酒でも飲みに来ればいいじゃん。あ、よろしくお願いします、うん、いいよいいよ全然。え、じゃあなんかここじゃちょっとあんまりいろいろある。そうですね、ちょっとあの今年のことそろそろみんなに言っとかないとダメかなと思う。そうだね、はい、そうね。まあ本当去年のオートポリス以降からもう本当にやめようかなと思ったぐらいだったからね。まあちょっとその辺も踏まえて、うん、行くか。よろしくお願いします。はい、はい、すいません、よろしくお願いします。どうぞ中へ。あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。ウェオチャンネル。どうぞ。こんにちは。こんにちは。あ、急に来るからびっくりしたよ本当。あれ、じゃあもう今日飲み行く感じ。そうですね。いや、いい。じゃあちょっといろいろ今年のことだったっけ。はい、今年。そうだな、今年、去年、まあだけど総括するとさ、はい、去年いろいろ出だし、まあぼちぼち中パッパーぐらいになって、うん、で恵比寿ぐらいから壊れて、恵比寿で壊れてから、あそこでポイント取れなかったのがちょっと痛かったけど、うん、まああのぐらいでと思って、あとその後どこだったっけ、オートポリス、はい、オートポリスで、まあ、点数取ろうとか思ったけど、まあ思うようにいかず、うん、でそこで、クラッシュっていうか怪我して、で車直らず、まあお台場行けず、はい、まあしょうがないよね、うん、まあ年食ってきてるからなかなか治りが、車も体も治りが悪いからね。オートポリスはきつかったですよね、うん、きつかった、うん、あんときつかったね。きつかったですね。きつかった。その後もきつかったですね。そういろいろあったね、はい、まあまあだけどいい経験を毎年させてもらってるよね、うん、まああとそうだね。でまあお台場みんなすごいね、なんかテンションみんなぶち上がってたけどね。俺だけテンション下がってたんかな体調もですね、体調も下がってた、はい、そう、そういうのもあったからね、うん、でやっぱそれからみんなよりもちょっとシーズン早めに終わっちゃって、なんかこういろんなことを見返せる1年であり、あとまあ上を勝色がいいじゃないけど自腹を切って選考会しても、そうですね、ほんともうやべえやつしか、なんかもう本当に、うん、理解してなくて参加するやつが多くて、過去 2、3回ぐらい俺やってると思うけど、はい、ずっと言ってんのにやっぱテンションぶち上げになってんだろうね。そうですね、やべえわと思って、うん、で今年もやろうかなと思うけど、うん、もうなんか、うーん、そうだな、うん、やらなくていいかなとも若干思ってんのね、うん、そう結局そのなんていうのかな、あ、みんな言ったことをやってくれればいい、よかったりとかするけど、うん、やらずにできずに、うん、分からずに文句言ったりとか、うん、やっぱすげえなと思って、やっぱ結構来たりとかするじゃん、はい、SNS とかでね、丁重、はい、にお答えし、なんか分からなかったらいいよ答えるよとかって言っても、うん、言いっぱなしやりっぱなし、ね、出しっぱなしね、でなんかなんか全然俺とか関係なんか俺は全然知らなくて、全然知らない人からなんかメッセージが来て、はい、なんか直接対談しませんかとかって言って、え、誰え、誰いや、わかんないんだけどってね、そんなこう俺の大事な時間を取らないで、割かないで、そうですね、お金も時間もね、こう割かないでくると、そうなんだよね。で自分がやりたいことをずっと今やってるし、なんかみんな、なんかまあドリフトは楽しいからずっとやってるけど、ちょっとここ最近ちょっとなんかつまんねえな、うん、つまんねえな本当、うん、グリップ走行の方を去年の年末12月ぐらいからちょっとやってるけど、はい、やっぱりそっちの方がちょっと白黒はっきりするし、秒タイムで世界基準どこでも時間ってあるじゃん、うん、タイムで、そっちの方で行ってるからすごい分かりやすくて、まあ早い遅いとかっていうのも忖度ないし、
分かりやすいし、ね、いいなと思うから、なんかちょっと最近 JR86 で走ったりとか、はい、いろいろしたりとか、あとは俺のさっきまで来て午前中来てた友達とかがすごい金持ってるって前言ったやつは山持ってるから、はい、いや好きその山を好きに走っていいよとか、うん、すげえんだよ本当。すごいですね。そう、そこの私有地を走ったりとかしてるから、うん、まあまあね楽しくやってるけどね、うん、まあ本当ドリフトはちょっと今考えてるな、うん、まあ本当なんかその自分がつまらなくしてる部分があるかもしれないけど、うん、なんかこう楽しくなるようにとか、なんかこうやってた頃って俺たちすげえだろとか俺すげえだろって言ってたのが、うん、いつの間にかなんか時代なんだろうけどこうそういうのが変わってきたりとか、うん、なんかこう枠の中にはめられてる感じがするよね、うん、そういうのをまあやまあ D1 もそうだしやりたかったらやるし、なんかまあ考えてちょっとやろうかなとは思うよね、うん、あとはそうだなグリップ走行はちょっとまた前ジャフ戦とか出てたけど、はい、ジャフ戦まではいかなくてもいいけど、うん、なんかオートポリスだったりとかつくばとか行ってみてえなと思うね、はい、なんかこうなんかすごいこう自分の好きな車で行けたらいいなと。86なんかいいと思うんだよね、はい、あ、AE だよ AE ですかそこで AE AE, AE だね。いやもうだから本当は去年 VR86 を作ろうとしてたじゃん、はい、だけどレギュレーションとかいろいろで結局ちょっと途中で止まっちゃったじゃん。そうですね。だからそれをグリップ用にするかなんかしらって。でも AE でドリフトは多分やんないと思う。多分ね、うん、ドリフト。まあだけど 4EG が乗ってるのは同じカローラだけど、カローラとかスプリンターだけど、はい、カローラ版持ってるから、うん、それでやる分だったらいいと思うしね、うん、だからもうなんかあの時代は良かったけどそれはそれでいい思い出で撮っとこうかな、うん、と思ってるね。あとは私生活を楽しくやれればいいから。そうですね。そうなんかだけど町おこしみたいな感じでなんかちょっとやれたらいいなとかって言って今ちょっと結構そういう方面で今やってるけど、世の中の人たち、はい、みんな結構若い人を育てないととかって言うでしょ、うん、俺そんなキャラじゃないんだよね、うん、いやいやいやもうそんな育てますって俺おこがましくてそんなこと言えないもん、うん、いやもう自分のことで精一杯だからさ若い人は若い人で頑張ってくださいとかって言って、うん、俺たちが20代前半中盤ぐらいで若かった頃って自分たちでこうやってたから、まあ協力してくれる人とかって、まあその頃ってやっぱりドリフトって山とかでやってたから、悪いことみたいな峠で走ってるからとは当然悪いことだけど、そんなところに協力する人なんていないじゃん。そうですね。だからサーキットとかって言っても九州であれば関谷ヒルズとか三井三池オートスポーツランドとかがあった頃はなんかこうそっちに行ってみようかとかってなっても、うん、今年だって今はオートポリスレクサイド、はい、改修工事入って8月ぐらいまで走れないらしいのね。あ、そうなんですか。そうだからそれも一つちょっとやる気を削いでる理由なのかな、うん、そうなんかね、えなんかちょっとこう考えるところが感慨深いところがあるね、うん、だからまあ楽しくやれればいいと思うし、でやっぱりそのドリフトもやらないっていうわけじゃなくて、いや実はさドリフトのさ、はい、こうあんまりちょっとこう見せれないんだ、あんまりよくは見せれないんだけど海外
何ドルとかって書いてあるんだよね。はい、それなんかなって思って。税上、はい、海外に行こうと、海外に大会とか壮行会とかにちょっと行ってみようと思って、うん、そうで、ちょっと字読めないんだけど、はい、まあ一応金額だけはいっぱい書いてあるからどのプランかプランから選べとかとかいろいろ書いてあるんだよね。へで、まあそんな言うほど高くないんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、だからなんかいろいろこうどなんとか空港とかなんとか港までいくらだとか、はい、じゃあこうだああだとかいうのがあるから、それで行けたらいいなとか、まあドリフトもコンペティションっていうか大会ばっかりやってたけど、ちょっと楽しく海外の人たちといろいろご飯でも食べてお酒を飲みながらニコニコしながら走れたら楽しいよね。そういうのにちょっとお金使ってみようかなとかは思ってますね。あとはそうだな、今まあ年末から結構これ力入れてるのは、新しい要は足回りパーツ、オリジナルのやつがもうキット化されてんのね。ロアームだったりとか、まあ要は俺のナックルってやっぱすごい、セットアップの幅が広いとか、乗りやすいとかって言われてんだけど、やっぱ結構みんな買ってくれて乗ってる人いるんだけど、まあなりに成績出てるみたいだからいいと思うのね。だからノーマルのナックルを切って貼ったっていう部分じゃなくて、自分が思ってるところをいじってるから、フロントに関しては自分でずっとやってるからね、でそういうのの商品がもうほとんどできてしまってるから、そういう販売に力を入れたりとか、あとはみんな来てくれたりとかする人たちはセットアップしてくれとかそういうのが多いから、まあそういうのをただ基準でアライメントとか足回りをどう変えるとかっていう交換屋さんじゃなくて、そういうのをオリジナルのやつを組み合わせて、やるっていうのをやっていけれたらと思ってるから、まあまあいい感じで、で去年一昨年ぐらいから完全ほぼほぼほぼ完全ね、はい、お客さんたちも予約制にしてるから、うん、すごいこう心に余裕が余裕というか、うん、できているから、すごいこう1台2台しか預からずに、それをちゃんとセットアップとか組み立てたりとかそういうのをやってから納品納品納車納車とかってやっていくから、すごいこう追い込まれてる感がないから、うん、やっぱり充実してるよねそういうので、うん、だからいいものを売っていって、そのやっていけたらいいかなとかっては思ってるね。あとはもう健康に気をつけるだけだな。そうですね、そうジジイだからジジイだから健康に気をつけるだけだね、うん、そう。あとはもうバリのタイヤさんから買い上ってもらってるから、うん、バリのタイヤさんのそのいい部分、要は改良しないといけないとか、こういうのあったらいいなっていうのをいろいろやったりとかしながらやっていて、すごい勉強になったりとか、すごい速度で開発してこられるから楽しいよね、うん、だからそういう部分では一生懸命やっていこうと思ってるね、うんうん、そんな感じなんだよ。 D1 は、まあ、出ますよね。 D1？ はい、 D1 はね、はい、ライセンス更新をした。あ、そうなんですね。そう、せっかくずっと何底辺からまた取ってきたから、はい、また俺だけど一回かわざとかワンチャン考えたので、ね、今年、はい、一回流して、はい、ライツに出ようかなと思ったのね。ありなの出ていいんですかねいや、ライツいいなと思って、ライツに出れるそうな車あるから、はい、だけどどうなんだろうと思いつつも、うん、ね、なんかだけどライツの頃、まあ俺が出てる頃はリーガルだったけど、リーガル、ね、リーガルってあれだったもんね、日本全国っていうかその合ってるところのグルメツアーだったからさ、大会も楽しんで、うん、前日とか前々日のグルメツアーがもう楽しくて、うん、よかったね、うん、楽しかった。最近全然楽しくねえもんな全然楽しくねえもんな、ほんとほんとね、
そうだからそういうのでもいいなとは思うけど、D1 はちょっと考えてるね。うん、だってなんかあの富士スピードウェイでなんか今度やるってメールが来てたけど、はい、行けないよね、うん。熊本っていうかオートポリスあったら出ますよ。富士スピードウェイさすがに遠いな、うん。行きたくないとかじゃなくて遠すぎる。うん、そうだから前よく言うけど九州から毎回行くじゃん。やっぱ結構費用もかかるし、はい、で好きなことをやるためにその金を使ってるけど、みんな関東とか、まあ、中部関西とか東北だったりとかってなるけど、毎回九州に来たらすごいだるいよだるいよ本当に。そう考えて皆さんずっとやれてんのかなとかって思うことあるけどね。そう、まあ九州とかで毎回 D1 があるんだったらそりゃあね何も考えなくてもいいもんね。そうですね、金かかんねえし、ほんと車だってもうめちゃくちゃ金かけてもいいもんね、うん。だけどそんなわけ、まあ交通費でね行って帰って毎回100万ずつぐらいメカニックとかいろいろとして、うん、100万ぐらいずつ使ってて、で車作っていろいろしてたら年間一体何千万いるのってなるじゃん。 それに対して年間何千万使うために何千万売り上げしたり何億売り上げんのっていう話になるから、うん、そういうのはなんかねちょっと大変だなと思って、うん、もっと生きた金を使いたいなと思ってね、うん、だからもうちょっと何回も言うように若くないから、うん、本当にやりたいことをやっていってみんなと楽しくやれればいいかなと思ってね、うん、そう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 。宇野さん結構あれですよね、なんか生き銭にこだわるじゃないですか。まあ、僕が会ってきた中で結構宇野さん生き銭にすげえこだわって使う大事なものに対して惜しみなく使うって言うんですよ。そうだよね。いやだってそうやってこう逆にそういうのを 見たらそういう考えになってくるでしょ逆に、うん、着たくても、なんか高いんじゃねえのかな、なんじゃないのかなとかって思われるお客さんも いるのね実際、うん、けど着たら安いっすねとかって、でなんで高いと思ってんのとかっていうと、やっぱり壊れにくいとか、うん、ランニングコストがかからないように最初にやっぱりこうお金を使う、うん、使ってもらって維持費であったりメンテナンス費を安くするっていうのがいいかなと思ってやっぱそういうふうにやってるけど、やっぱりやりたいワコードっていうかやりたい人たちはもう安いやつでもいいからやりたがるのね、うん、そういう部分でそれはねえなとかっていう部分あるな。壊れなければ走れるわけでしょ、うん、ね。で、こう、まあ、1回壊れてしまったら下がるわけだから、はい、上げるのにもっと金かかるわけ、まあ、また金かかるわけじゃん。だけどそもそも最初の段階でもいいものっていうか、まあいろんな部分でのいいものって意味合いがあるけど使ってたら壊れにくく、壊れても最小限で収まるわけだから、元に戻すとかしようと思ってもお金があんまりかかりにくいよね。だからまあ分かりやすく言えば、前サンゴ GTR 乗ってたことあるんだけど、一番いいのってサンゴ GTR のニスも買った方が一番いいよね。だからお金は当然高いわけじゃん、だけど乗っててのそのパフォーマンスがすごいとか、はい、普通のやつもすごいとか、例えばもう乗らいいや乗らなくなったって言ってリセール、要は次に売る時とかでも全然違うんだよ、うん、だからそういう部分での、うん、まあ、いろんな部分で価値観であったりとかっていうのが分かってきたりとかすると、おいそれと安いものには飛びつかなくなるよね、うん、すごいこうドリフトなんか上をイコールドリフトって なってありがたいんだけど、ドリフトいいんだけど今大会大好き、みんなと走るの大好きだけど、そこにコンペティションに対する熱量が減ってるのは事実だよね。それはだから一番熱量が高いのは壮行会だよね壮行会だから多分自分たちで壮行会やるんだと思うんでね、うん、
だから大会で熱量が上がるってなっても人にやっぱりその託すわけじゃん、うん、ですごいこう満足誰完璧に満足いくようなことなんてないと思うんだけど、うん、じゃあグリップとかだったら何分何秒ですとかとか、筑波だったら55秒ですとか54秒なんですとかって言ったら確実で、いやいやどんなに何か言ってもう秒が出るから、うん、全部自分に返ってくるでしょ。そうですね。だからそういうふうに考えるとなかなかどうしてだよね、うん、ドリフトは向き合い方、付き合い方、接し方、その辺をちょっと変えていきたいなと、うん、ぐらいかなと思うね、うん、だからドリフトドリフトってなって、俺あと何年生きるか分かんないけど、そのドリフトドリフトってなってたりとか、あと人生棒に振ってまではそこに、まあ申し訳ないけど難しいなとかって思ってるな、うん、だからあまりにもこうみんなお手手つないで上手くなろうとは思ってないけど、うん、やっぱりこう楽しくやれたらいいなと思って。だけどやっぱりすごいこうストレスなのが、なんかこの前もすごいストレスだったのが、え、君に対して、まあまあすごい悪い言い方だよね、分かってねえじゃんけど選ぶってたりとか、え、何がそんなにって思うけど、すごいそんなのを圧かけてくるやつがいるから、いやー怖えわーとかって思ってね、うん、でもね、なんかすげえビビるようなこととか結構あんのね、うん、だからやっぱ何でもそうだけど一流、まあある程度登ってみないと分かんないわけじゃん、うん、登ってみて初めて分かることだけど、まだ登ったこともないやつが講釈垂れてあだこだ言われると、もうマジで風評被害もいいとこだよね、うん、だからまあ例えば初心者にすごいグリップするタイヤをいいよって言ってあげても、使ってあげても走れないじゃん、はい、それは分かるのね。だけどそれだったらそれなりのレベルの人たちでしょ。だけど我々が使ってる部品であったりっていうのはどん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 精査されて行ったりとかするじゃん、はい、だからそういう部分ではこういいものであったりとか、なんかうん、お互いをリスペクトし合うっていうか、うん、し合うとかっていうのがいいと思うんだけど、なんかねちょっと疲れてきたね。そう、なんかこう2024年頑張るぞとかっていう感じのテンションじゃないんだよ、うん、さだからすげえ考えながら去年とかをもうよし頑張ろうかなとか思ってたのに、もっとテンション下がってるからね、うん、そうそう、やっぱなんか時代なのかな、うん、そう。でも一つ思ったのが、うんうんうん、やっぱ選考会、うん、やっぱその結構未然にぶっちゃけ切ってたんですかみたいなコメントあったじゃないですか。ああ、そうだね。で実際そうで、うん、やってきて、うん、ああいう風になっちゃったっていうのは結構来たんじゃないのかなと、って思ったんですよね、ちょっと。そうね、うん、あれは辛かったね、うん、やっぱりこうみんなのために、まあそんなの口出す初めてこの前言ったじゃん、うん、みんなのためにっていうよりもやっぱなんかこう楽しくやれればいいかなと思ったりとか、うん、思ったけど、毎年あなたたちがやりなよって文句言うんだったらって、うん、やってくれてた方が盛り上がるよって。だけど俺ノンスポンサーっていうか、その選考会ってバリノさんの名前の元でやらせてもらってるから、はい、スポンサーを捕まえてとか手伝ってもらってやってることじゃないわけじゃん、はい、ね、じゃあ文句言うんだったら出なきゃまずい、うん、で文句言うんだったら有無も言わせないようにそうやればいいわけじゃん。だけどなんかちょっと正直あれは疲れたな、うん、疲れたし、まあそのまだ他にもあんだよ、うん、結構なんかこうだから何なんだろうね、その道々で生きてないから分かってないから無責任だよね、うん、無責任だけど、そんなような人たちに
なんか求めてもしょうがないから、うん、まあ求めるこっちが大体悪いんだもん、うん、だからもう一番いいのは関わんない、うん、だからその人たちは楽しくやってりゃいいんだろうから楽しくやれればいいんだよ。だから逆に選考会とか大会とかに出ちゃダメなんだよ、うん、なんでかって言ったら見てる景色が違うんだから、うん、そうだから壮行会とかに楽しく走ってた方がその人たちはいいんだよ。いろんな壮行会も行くじゃん、はい、結構足が取れたと取れるっていうかガタが鳴りましたとか、エンジンのところがこうでしたとか、なんか油脂類が漏れましたとかとかって言って、まあすげえ馬力が出てたりとかすごい たまたまのトラブルだったらいいけど、個人で死ぬ分はそれはもうその人の自由だからしゃあないよね、自分でメンテナンスしてるから。だけど本当に巻き込まないでっていうのとか、っていうのはあるよね。だったら何人か車か、俺練習用だったりとかいろいろ車貸したりとかするけど、乗れないやつほど文句言うね、うん、乗れない人たちって物のせいにするんだろうね、うん、すげえなーと思うわ。まあ、実名で言うともう角が立つから言わないけどさ、立ちまくるんです。やばいよね、何人も立つよねやべえよ、ほんとだけど、ほんとなんかこう笑い話で今は言えるけどさ、うん、やっぱりね連絡もないからね、壊した後にどうでしたかね、なんかこうでしたかねとかって言うんだったらいいけどさ、言いもしない連絡もしないって人間性疑っちゃうよね。ほんとよくそんなことやってんなとかとか、まあ名前はまだ今回は言わないわ、まあ多分デジタルタトゥーになるからねねえ、ほんとねえ、だからまあちょっとそういう部分でもいろんな人種いるじゃん、まあ、ドリフトだったらドリフト人種、グリップだったらグリップの人種とか、まあいろいろあるけど、皆さんって結局それって趣味の範疇でやってるわけでしょ。だからその趣味の範疇でやってるんだったら、趣味で揉めることな、揉めるっていうか喧嘩するとか派閥を作るとかそういうのはなるだけない方が、もうなんか若いエネルギッシュの時はあるかもしれないけど、なんかだん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 疲れてくるよね、うん、そうだからもう俺結構疲れてきてんだよね疲れてきたよ本当。いいお客さんといい仲間とカーライフを楽しみたい、うん、あとはもうカーライフもそうだし、そういうなんかなライフスタイルを共有したいとか、うん、そんなんでいいかな、うん、だから俺かほら最近というか2年ぐらい前から完全予約制とかって言って、はい、オイル交換なんてマジで予約制だから、そうそう、ね、近所のおばちゃんだってうちのあれだよ、あの LINE であの QR コードしてからおばちゃんたちとも LINE で来るよね、いついつオイル交換してくれるんだいとかってみたいな感じでそんな感じでやってるからね。だからもう本当に店もそんな遅い極端に遅い時間まではやらないよね、うん、だからそういうふうになんか自分の時間を大事にしてんな、うん、だから今の俺も20そこらぐらいからやって51で、まあ20数年25、6年ぐらいやってるけど、うん、みんなが今若い子だったりとかいろいろやって、じゃあ50までやってるかって言ったらどうなんだろうね。そうですね、そう金かかるからね、金しかかからんす、金しかかないの、わかるでしょ、うん、やってたから、うん、ね、じゃあそろそろ俺にシルビア売ってよシルビアしか持ったんですけどね、本当ね、だからそういう風に楽しくやれればいいかな。そうですね、うん、まあ車の方はもうそれで考えてますよ、うんうん、今年じゃあ、うん、オートポリス8月まあ分かんないでしょうけどまで使えないってことであればレイクサイドが、うんうん、走行会も考えもどこでとか、まあそうだよね、もう走行会はとりあえず難しいよね、うん、鯉の浦はいかなんかが使えるとかっていう、なんかちょっと狭いんでしょ。そうですね、まあね、狭くて車壊したり潰したりとかしたらあれだから、うん、遠征行く。そうですね、遠征行きますか、ね、海外に
海外遠征もそうなんだよ。海外遠征。そう、ちょっとね、広島とか岡山とか行っても結構時間かかるでしょ。はい、一番近いのってもうどこかって言ったら韓国とかだよね。そうですね、逆にね。韓国近いよね。韓国行こうぜ、韓国。焼肉食べに行きたいっすね。そうそうそう。車も送っててもいいわけでしょ、あっち。はい、ちょっとじゃあ俺韓国に知り合いいるから車送っといて向こうで壮行会とかなんかそういうのやって、よし、サムギョプサルでも食べに行くか。そうですね。ねえ、と何だったっけ、あのお酒のやつはチャミスル。そうそう、チャミスルとかね、楽しいことやるの行こう。はい、それが一番いい。そうそうそう、そういうので行こうですね。今年はそっちに行こう。そっちに行きましょう。そう、わお、 Oh my god。 まああとはちょっと今年ちょっと、まあ車はちょっとなんか作るよ、うん、作るよっていうかもう部品だいぶ集めてるからね。あ、そうなんですね。そう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 、うん、そんな感じでね。あとまあ D1 初戦ってなんか5月だったわけ。5月ですかね。まああと3ヶ月半ぐらいかな、うん、と言ってても多分秒で来るんだよね。ですね。そうだけどもうなんか楽しいことをやるために削らないといけないことは削ろうかな。うん、まあ頑張るよ、ね、頑張りましょう。頑張りましょう、うん、すいません。いえいえ、ありがとうございました。一日早く来てすいません。いや、もう一日早く来られたからちょっとどっかりしてさ何喋ろうかな思ったけど、なんかちょっとただだらだらと20242024のことを喋ったけど、まあなんかね、元気になればいいけどね。そうですね。ならないな。なかなかですね。そう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 。そうなんだよ。だけど今時間は5時前。はい。あとちょっとしたら居酒屋もネオンが赤ちょうちんとかが光る時間帯になるから、途端に元気になるかもしれないよ。気が早いですね。そうそうそう。なんでもこう時間を大事にしないといけないから。大事ですね。そうそうそう。頑張ろうよ。はい、じゃあ今度次来るときは韓国かなんか、まあこれはまた別としてでもちょっと韓国かなんかちょっと行ってみようね。そうですね。ちょっと韓国の友達に聞いてみるよ。よろしくお願いします。旅行はよろしくお願いします。じゃあそんな感じで、はい、すいません、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ皆さん今年もよろしくお願いします。